タレントの坂口杏里容疑者が友人のホストの男性から現金3万円を脅し取ろうとした疑いで警視庁に逮捕されました2013年に亡くなった女優坂口涼子さんの長女でタレントの安里こと坂口杏里容疑者は2008年にタレントとしてデビュー母・坂口涼子さんとバラエティー番組に出演しふわふわとした天然キャラクターが受け 二世タレントとして活躍していましたしかし2013年母親の良子さんが大腸がんによる肺炎のため57歳で死去その際坂口容疑者は前向きなコメントを発表していましたこれから家族全員力を合わせて皆様のご向上を賜りながら頑張ってまいります今後とも何卒ご指導弁達のほど よろししくお願い申し上げます母の死の翌年にはお笑いコンビバイキングの小峠英二さんと水族館での手つなぎデートが週刊誌で報じられ交際宣言をしていましたが2015年に破局を迎えています破局後はホストクラブ通いが続きお金に困っていたとも報じられていた坂口容疑者2016年にはセクシー女優に転校そして昨日 東京・新宿区で友人でホストの男性から現金およそ3万円を脅し取ろうとした恐喝未遂の疑いがあり逮捕されました警視庁によりますと坂口容疑者はこれまでに何度か男性から金を借りていて今回は3万円を借りたいなどと要求断られるとホテルにいた写真をばらまくと男性を脅したということです坂口容疑者と男性はメールでやり取りをしていて 新宿区内で合流した際に男性が坂口容疑者を取り押さえ警視庁に通報しました警視庁は坂口容疑者の認否を明らかにしていません